はい、どうもタカボンです。ファーミングシミュレーター22続きを遊んでいきたいと思います。今回はですね、農場の中にですね、モッドの方にね、新しく追加された牧草のね、調整用の施設ですね、こちらの方をね、建てていきたいと思います。物的にはこちらですね。こちらのこの施設を建てていきたいと思います。干し草とですね、サイレージをね、作る機械です。まあ、こちらの方をね、敷地の方にね、建てていきたいと思います。今回はね、あとはですね、ちょっと敷地の車庫をね、建て替えたりしていきたいなと思います。まずはですね、前回の、ブドウ畑ですね、ブドウ畑の方がどのようになったかというのをね、お見せしたいと思います。じゃーん、全部で最終的に何列にしたんだかな。12ですね。なので前回6列作ったと思うんで、それをさらにね、倍にしました。ですので12列ある状態です。でね、この一番端だけね、新しく買った機械をね、かけてみました。なのでね、ちょっとね、こっちと違うでしょう。では農場に戻ります。はい、それではね、到着しました。で、見えてきてると思うんですが、粉砕する機械ですね、TREX600、 こちらをね、購入いたしました。まあ外部モッドなんですけど、木材をね、粉砕してウッドチップとしてね、車体の中にね、溜め込むことができます。でね、今日やって使ってみてね、なんかまた変わったのかな、なんかよくわかんないんだけど、アップデート前は20万リッターだったんだけど、またね、これ200万リッターに変わってんですよね。さらに動きがスムーズというか、ちゃんと直ってたんだけど、またね、なんかすごくクイックで動きがね、激しくなりましたね。うん、アップデートの後にやっぱりなんか影響があったんでしょうね。ほらぶつかった。アップデートの影響ね、こんなクイックな動きというかね、こんな感じじゃなかったですね、その前はね。で、値段の方もね、以前は60万ドルしたんですが、新車でね、購入してもね、19万ドルでね、買えるようになったんで、アップデート後ね、アップデートっていうか、この機械自体のアップデート後に、ファーミングシミュレーターのね、アップデートが入って、それからちょっとね、動きがやっぱおかしくなってますね。あとここがね、ほら、また200万リッターにね、戻ってんですよね。この間やった時は20万リッターだったんだけど、ゲームの方のアップデートのね、影響を受けてるのかなっていう感じですね。まあ、それでもちゃんと使えるんでね、購入しました。今回ね、19万ドルで購入、買えるんでね。そんなわけで、ウッドチップを使うんで、今、車体の中には15万リッターのウッドチップをね、粉砕して入れている状態になります。そしたらね、あのサイロの中のものをね、一回全部ね、出しちゃいたいと思います。ちょっと機械をね、ずらしたいと思います。あ、そっか。まずは、こいつか。この車庫を建て替えます。書いちゃおう。これを売却して隣とね、同じタイプにします。これですね、間口が広くてね、使いやすいんですよね、こいつね。あ、ちょっとこんな感じですかね。でもって、地形の変更はしません。これで立てます。ドン。どうだ、お、いいじゃん。これでね、この辺のものを向こうに入れちゃいたいんですよ。やっちゃった。うん。あー、そっか。まあ、いっか、ベーラー奥に入れちゃって。このベーラーはほとんどもう使わないんでね。ですね。それでもったいないんだけど、このソーラーのこいつを一回壊しますか。ちょっと離れてね。これね、買い壊します。でもってサイロを新しく建て替える。
これね。で、こっちから見て、こうですね。抜けれるように。はい、ここに立てます。こういうことでどうでしょう。よし、したら運ぼう。生草をこっちに運んじゃいましょう。できたらこの製造する方のやつに入った状態にならないとこにサイロを置きたいわけですよ。ここのままだとここに入れるともう連動して向こう側のね機械にね入っていくことになっちゃうんで、便利といえば便利なんだけどね。ああだったらさっきのあそこの建物ぶっ壊さなきゃよかった。いやー無駄。まあいいけどさ。どうすかな。ここに一回トレーラーを持ってきて、ウッドチップだな。こいつだ。ちょっとこいつを使おう。トレーラーなくても排出するだろうか、ここに。なんかクイックなったな、また。乗りずれ。こんな感じじゃなかったんだけどな、機械自体のアップデートが入った時は。これで、ここに出さない？ダメ。ダメかな。こいつを持ってくるか。なんかね、面白くて、こうやってトリガーのとこに荷台を持ってくると、この荷台の方へ向いて、排出し出すんで、ほら。そうすると、こんな感じでね。なんだろう。販売所とか、サイロにね、トリガーの方向いて入れるんですよね。とりあえず今、ああ、間違えた。これを一応有効化にして、置いて、材料がないって出るから、2800で止めれますかね、私。どうですか？頑張りましょう。ウッドチップがない。あれ？本当に？あったあったあった。2800。もうちょっと。よし、OK。多分これで足りると思うんだ。ただどこから出るかがわからん。それが問題よね。これどうですか。これスピード遅いんちゃうか、もしかして。まあ良いか。とりあえずこっちのサイロを壊そう。綺麗になりましたね。この辺の空き用地何に使おうかな。こんな感じかな。そしたらですね、8時まで時間を進めます。はい、8時になりました。それでは見てみましょう。マジか。まだ1万8000しかできてなーい。結構時間かかるね。マジかよ。結構時間かかるな。そしたら、干し草がね、あそこの、あの搬出口から出るかどうかだね。横の搬出口なのか、こっち側の搬出口なのか。搬出口が2つあるんで、こっちから出てくれればね、この位置に置いといてもいいんだけど、どう？あー、やっぱ違うね。こっちはサイレージなんだね。やられました。ガーンだね。まあ、入れたものは全部ちょっと消えますけど、搬出口が使えないとね、おしゃれにならないじゃない。シャレにならないので、ちょっとね、変えましょう。場所を。しょうがないね。5万6000リッター消えますが。ああ、消
消えた。はい、消えた。さて、それではですね、改めてちょっと場所を変えてね、立てましょう。搬出口、こっちが干し草なんだね、横がね。それとは知らんかったな。こうしますか。よし、こっち取れますしね。よし、こうしました。なんかすげえ立て方しちゃったけど。そしたら、もう一回さ、生草運んで入れちゃおうか。試しに人の寝て、それで寝てですよ。朝に干し草が出せるかですね。あ、それとですね、今現在ですね、ブドウの畑を作りたかったので、5月をね、3ターン、上、中、下旬ってね、そういう感じでできるようにしてます。3回ね、こう寝れるようにしましたんで。なので5月の3っていう風になってます。ではここで入るのか、入れます。よいしょ。おお、選べる選べる。あー、マグサも草も全部出せるんだ。こっから入れとけば。で、干し草、待てよ、干し草全部いっちゃった。あ、干し草全部いってますね。あれ、ウッドチップ思ったより減らねえな。まあいいや、12631できてますね。それでこれで干し草を開始、出ました。いいですね。これ入れちゃいましょう。で、こっからこういうふうに運んで、ここで入れると。ね、これってさ、よく考えたらさ、あれかな、これ入るのかな、完全混合飼料。入らんわ。こいつは適用されてませんでした。まあ、とりあえず干し草は作れましたね。あとはサイレージですね。ちょっとサイレージも作ってみるか。硬化にしてサイレージ、草から作るサイレージは700の700です。少な。有効化、しかもサイクルを制し、まあいいか。まあ、とりあえずバンカーは必要なくなりましたね、これでね。まあどっちがいいのかなっていうのなんですけどね。まあ使えるものがあるうちはね、使えるものを使っていきましょう。よいしょ、 OK ですね。サイレージオンになってますんで実行中ですね。ではここに置いとくか。多分こっちがサイレージ出るんだと思うんだよね。はい、8時になりました。で、サイレージは4、あ、できてますね。4668リッターで、これでサイレージが出るか。ん、あ、そっか、こいつダメだ、サイレージ詰めない。え、詰めない、マジ。あれ、こいつサイレージ詰めなかったっけ。やべやべ、なんか暴走してる。お、出ますね。うわ、貫通してる。うん、ということで、あれですね、こっちの搬出口がサイレージ用で、向こう側がサイレージ以外のものですね。だから干し草は向こう側になりますね。はい、といった感じですね。今回はこちらのですね、牧草を調整するね、施設ですね。生草を入れると、生草、あとマグサですねを入れて、燃料にウッドチップを入れるとですね、干し草とサイレージを作ります。で、干し草の場合はその入れた燃料のウッドチップを使って生草を乾かすような感じでね。サイレージはそのまま生草とマグサを入れて、サイレージを有効にしてやると、そのままね、何も入れなくても生草から製造できるようです。ただね、デフォルトの方のこの、施設はですね、藁を使ってね、干し草を作るような感じの施設です。まあ、ただ自分はね、なんか藁で干し草っていうのはちょっとなんか変だなっていう感じだったんで、それでもって、その部分だけね、ウッドチップにね、自分でちょっと切り替えました。なので、この施設はウッドチップになってるわけです。まあ自分用っていうことでね。なので、
すごくね使える施設だと思います。で PS4 でも PS5 でも Xbox でもね使える施設なので、まあ、牛を飼っている人はねこれ1台あるとバンカーサイロもいらないし、テッター掛けもね必要なくなるんで、それなりのお得感があると思います。まあ、そんな感じで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コメント欄の方にはコメント、質問、私の使っているモッドに関する質問、問い合わせ等ありましたらねお書きください。まあ、その他にもね何でもよろしいのでコメント欄の方に書いていただけると嬉しい限りです。といった感じです。それではまたです。